時の流れには逆らえない。我が軍の祖父やってみせる。松尾山に陣取る小早川の様子がおかしい。キャツが裏切れば即西軍本陣に出し、本陣を襲われればこの戦は終わる。敵の先鋒を崩し関ヶ原の北を抑える。先行している左近の別動隊と協力せよ。内の軍師島左近を包囲した。撃ち取れ。この程度の傷なんでもないね。義経か、お前の配下どもは何故とどまり我らを睨んでおる。なに、小早川殿が動いたら援護せよと申し伝えているまで。どうも動いていないよ。見つつなりの方出陣要素を抜くか。手負いのまま戦われても迷惑なだけだ。一度本陣へ戻り手当てをせよ。殿、わかりました。俺が戻るまで粘ってくださいよ。今弁当を食べている最中だな。残念ながら毛利は馬兵を動かせぬ。さすが家康、毛利が手を回していたか。広家らを倒せば毛利の加勢は目覚める。三条つかまず我が敵はここか。なんとか間に合った。さあ功を挙げるぞ。は西軍の要だ。速やかに救出せねば。毛利の力、今こそ見せる時。三つ、毛利の加勢引き出したぞ。これはガチの喧嘩だ。怒って泣いて握手すりゃ全て元通りになるんだよ。開門。救援感謝する。体勢を整えた後再び加勢しようぞ。秀吉様を支えてきた雪長の危機見過ごせぬ。一旦引かせてくれ。軍部を捕まえて再び参戦する。敵の力量を計り損ねるとは。義経、やはり頼れる男だ。敵将を討ち取ったり。
ヨマサと喧嘩しやがった。なんで一人で勝手に突っ走りやがった。今のところ西軍優位か。俺の予感は杞憂であれば良いのだ。フォロワイか、行け。開門。西軍本陣に敵勢が入れば敗北は必至。一兵隊とは通してもない。島津の西軍を構えれば様子を見に行ってみる。撃ち取ったので素晴らしいご活躍ですね。敵将撃ち取ったので島津、何故軍を動かさぬ。戦はもう始まっているのだぞ。ご覧の通り敵に囲まれておいてな。軍を動かそう、動かせんな。流れを見定めているのか。したたかだな。なら力で流れを引き寄せてみせる。敵将撃ち取ったり。叔父上、戦いましょう。俺、わかりました。三成もみんなも本気だ。やれやれ、島津安堵のためには動かぬが手と思うた。仕方あるまい。開門。俺が千人斬りとは。してくれるわ。敵将撃ち取ったり。耐えきれん、引かせてもらう。さあ当たってこい。義経、すまん、各所に苦労をかけたようだな。らしくないぞ三成。堂々としていろ。我らの大将はお前しかいないのだから。さあ東軍の連中が押し寄せてくる。撃退しよう、我らの夢をつかむために。流れは西軍に傾いている。家康がこのままあっさり引くとは思えない。なかなかやりおる。大筒を用意せよ。敵陣に玉の雨を降らせ。なんと恐ろしい。家康殿がついに本気に。東軍じゃ、今より我らは東軍に近い。予測していたこととはいえ、小早川、人面重視になる。俺の配下ならば一定時間粘ってくれる。その間に戻り、小早川を撃つ。わしも共に戦おうぞ。肩をつけ。大谷殿、拙者も加勢つかまつる。
しい宅は罵るがよい。わしは胃では片付けられぬほどの重き荷を背負うと。この負け戦、島津の力で覆してやろう。殿、再び出ます。この窮地休んじゃいられない。小早川の裏切りにより大勢は決まった。全軍三成を討ち取れ。西軍本陣と三成を同時に狙ってきたか。やはり家康はかなう相手ではなかった。だがここで敵を少しでも多く撃っておけば三成は助かる。このままではそう崩れた。お前は引き、体勢を立て直せ。義経、すまぬ。三成、お前を逃がすわけにはいかないんだ。俺たちの家、豊臣のために。三成、もう一度ガチの勝負だ。今度こそ泣かす、言うこと聞かす。あとのことは俺と正則に任せる。だが、どうか、お前は安心して秀吉様のところへ行け。義経、お前は敗色濃厚となっても一人冷静に戦を立て直そうとしているのか。開門。勝利条件変更。負けしているか。清正、政宗、すまぬ。俺はここで死ぬわけにはいかんのだ。お前のことだ。周到に手を打っているのだ。ああ、おそらく三成。お前も、もう逃げられない。だから、そうか。
だが長くて最後まで高虎は引いたか。俺も一旦陣に引き戦況を見極めよう。